フェイス。この車は全てがシンプルでイノベーティブだ。ゼロエミッションリーディングカンパニーの日産が将来の市販化を見据えたプロトタイプモデル。これからの時代に提案する EV の新たな感動。これハイブリッドカーですか？これ100%電気で走る。ガソリンが使われてる。超高効率な航空力を背負い、日産が使った先進の EV テクノロジーの来年度からレイドグライダー。今これからですね、あのプレゼンテーションとして、はい、スタッフが、ね、この3台を説明に広がる風景。そう、まあ、10分ぐらいなんですけど。あ、そうです。車の未来だ。どこであるんですか？ここで。あ、すぐこれまで。あ、はい、あ、じゃあ。よろしいですか？こちらゼロエミッションコーナーから日産の EV が皆さんにもたらす新たな生活、新たなワクワクをご紹介します。ぜひお近くでご覧ください。環境と調和するスマートシティの実現へ向けて、私たちの社会はすでに大きく動き出しています。日産は EV リーディングカンパニーとして EV の開発、普及を通じて、そんな新しい街づくりや新しい車社会の創造に先頭に立って取り組んでいるんです。2010年12月に発売を開始した日産リーフは、これまでに世界で8万7000台以上販売され、世界中で最もたくさん走っている EV です。この世界初の量産型 EV、日産リーフシリーズは EV の先進性と同時に実用性を証明し、スマートシティの実現へ大きく前進したエポックメイキングな車です。日産はそんな EV を日本中どこでも不自由なくお使いいただけるよう、充電インフラの充実にも積極的に取り組んでいます。またスマートシティにおける EV の新しい価値を皆さんにご提案しています。その一つがあちらの EV パワーステーション D2 ホームです。この EV パワーステーションは ENV200 でも利用できます。ご自宅で車への充電ができるだけでなく、ご家庭へ電力を供給することもできるこのシステム。日産リーフや ENV200 に夜電力を貯めて昼間に使うことで節電にも効果がありますし、万一の停電時なども安心ですね。続いて皆さん、 ENV200 の近くにご移動ください。車を蓄電池として使うことで車に新たな価値が生まれます。それはスマートシティにおいて欠かせないフリーテクノロジーです。ENV200 は荷物と電気を運べる車、いわば走るバッテリーです。電気がないところにも自由に電気を持ち出せ、さらに先進の IT システムと組み合わせることで、さまざまなシーンでのビジネスの可能性を無限に広げます。さらにランニングコストも同クラスの商用車をリードする優れたレベルを実現しているんです。そんな次世代の EV 商用車 ENV200 は2014年度中に発売の予定です。なお世界に先駆け、スペイン・バルセロナ市でタクシーや配送車として導入が始まる計画です。また日本では横浜市や市民の皆さんと共に、現在 ENV200 の特徴を生かした効果的な活用方法のアイデアを検討しています。ENV200 がビジネスシーンのみならず、新たな行政サービスや次世代の街づくりにも新しい価値をもたらすことが期待されている。